やっぱこうおしゃれにそのまま帰りたいからさすがにこう濡れたら悔しいっすね。船自身に划船 flat 下秒帆船失身了。なんかこれ波なくてこの回り具合なんで、この波あったら正直なんか読めない全然。えましてやこれだってみんな海でやるわけですよね。これ大丈夫なのかなこれ。本当心配になってくる。死なないのかな、本当大丈夫か。日本牛郎帝王罗兰在实境节目上传了各位担任应援长，为了更感同身受台湾伙伴划船的困难，找来奥运轻艇激流好手当教练练习划船。海浪滔滔我不怕，张起舵儿往前划，跳大鱼小哈哈小哈哈。无浪基础练习时轻轻松松，自信的罗兰长在进阶练习前更立下他的划船 flag。転覆も今のところしてないじゃないですか。やっぱこうおしゃれにそのまま帰りたいからさすがにこう濡れたら悔しいですね。でもあの漕いでる時にあれだけこう余裕を持って微笑をたたえながら、はい、優雅に漕ぐ人は今までいなかったんで、いや優雅に終わりたいな、これはかっこよくヘアメイクも崩さずに帰るのが目標なんですけど。あ、水をつかんで体もいいしてください。後ろにするとバランスを崩しやすいので。なんだこれ、やっば。さあ、こいでこいで、こぎ続けて、こぎ続けて、止まらない止まらない。うわぁ、やばい。うわぁ、やばい。うわぁ、やばい。うわぁ。やっぱこう、おしゃれにそのまま帰りたいから。うわぁ、ダメだったか。悔しい。サングラス死にましたね。サングラス流れたな、これ。サングラス死んだ。多分俺のサングラスがもう水の木づとなってしまいましたね。やられましたわ。あった。スタッフさんが頑張ってくれた。戻ってきました。あそこもう一回リベンジしたいな。あそこで転びたくないな。よし、なるべく真ん中から離れないように真ん中キープしていきましょう。いいですよ、漕ぎ続けて漕ぎ続けて、体前にしましょう、体前にしましょう、真ん中戻ろう。ナイス。そのまままっすぐ、まっすぐ体前にして